どうだ、アマラ経絡に入る決心はついたか。行こうぜ。わかった。お前の転送に成功したら俺も何とかして後を追う。それまで死ぬなよ。それじゃ行ってこい。俺で試してから。まずなかなか小賢しいね、ひじり。アマラ経絡。通称アマラネットワーク。おい、聞こえるか？よかった。なんとか無事なようだな。どうやら転送に失敗し、経絡内に転落したらしい。だが、アマラ経絡は転送路だ。路である以上、入り口があれば出口も必ずある。とにかく、俺がバックアップする。銀座を目指して進んでくれ。マジ長いこれ。まっすぐ行くだけか。 B3 階って言ってるな。あんたこっちじゃ見ない顔だな。だったら忠告してやろう。こっちの世界じゃ地図が頭に入ってねえと道に迷うぞ。マジか、そういう系？あ、そういう系だわ。右がダメで、左が正解ルートと。これ宝箱あるから、こっち側がダメなやつだ。な。え、最初に戻んの？えぐ。あと敵が誰出てくるかだな。あ、進んだ。1階まで上がればあれなんかな。これ精霊だよね。衝撃ってことはそんな強くないと思うんだよ、精霊は。ちょっとジオだよね。でも一応マッピングされてるのは助かる。いや、体力あるな。あれ、あんまり MP 使いたくねえんだよな、ダンジョンの長さがわかんねえから。やめてよ。ギア使ったよな。あれ、これ弱点ねえのかな。死んだらクソ厄介だから、回復スポットも見つかってないから。やべ、強え。強えけど音にしちゃう。攻撃しかやることねえから。200マッカーだって結構うまいな。強敵だわ。じゃあ、おい、何かあったようだな。戻されて落としたぞ今。先に進めなくなったか。ああ、壁ができたのか。よし、試したいことがあるんだ。ちょっと待っててくれ。なるほど。どうやらアマラ経絡ってのは常に形が安定してるとは限らんようだな。こいつは悪魔の常に変化してるんだ。移動は一苦労ってわけか。ま、何かあったら呼んでくれ。こっちでできることはするぜ。この辺はひじり頼みで行くしかねえな。さっき右だったよね。もう一回右なんだな。え？戻れませんよと。やれやれ、またか。さっきと同じようにこっちでうまくやって。え、あれ、え、くそ、電波が悪いわ。不安定に。わあ、こっちもあるじゃん。
続いてるし。やべえ、めっちゃ扉あんだけど。あ、ヒールスポットだ、ありがてえ。あるんじゃん、よかった。セーブポイントはないだろうけど、まさかターミナル内にターミナルねえだろ。あんの？アトラス。ということはボスいるだろう。アマラ経絡のボスが。もはったこっち来て。まずここや。話し相手なんか望んでないわよ。そんなに誰かと話したければどっかに下界と通信できる場所があるから。ああ。通信が安定するスポットがどっかにあんだ。ここで一回連絡を取る必要があるな。宝箱があるっていうことは、こっちなんだな。左行ったから右だと思うじゃん。左なんだわ。正解な。さらに左と。正解な。あー、基本精霊だね。一旦アナライズしてみる。衝撃に弱いだって。じゃああれだわ、オートだわ。まあ一体だからな。これマガタマ変えたいけど、ん、あ、ここ通信できんじゃね。安定してきた。聞こえるぞ。よかった。通信の安定する場所に出れたようだな。よし、コシオ、これから先何かあった場合も、今お前のいる場所のように通信の安定するところで落ち合おう。おっと、先に進めないんだったな。ちょっと待っててくれ。あれ、俺先進めなかったんだ。やれやれ、どうやらそこも通信が不安定になってきたようだな。また別の通信の安定した場所で。あの、さっきと逆側かな。じゃあ階段になったのかな。ここは通信スポットと。だからこっち側に階段があったのかも。あ、違う。この左の奥がさ、じゃあね、あそこ多分戻されるだけだから。で、こっちじゃない。ちょっと弱点なしにするわ。宝箱かよ。あれ、じゃあこの奥の上が行けなかったのか。こうとか。いや、あれ、あ、わかった、下だ。上に上がりたいんだから俺よ。階段が閉じられたと。2箇所、3箇所。そんなわかんないよ、やられても。だけど、どっかに聖スポットがあって、この奥かな。
さっき散々左だったから右な。違うんかい。いいことを教えてやろうか。天井は床を走る赤い物体があるだろう。これは全部マガツヒさ。マガツヒは大きな感情の流れより生じる苦痛、不安、悲しみと、感情の流れは大きな力を生み出すんだよ。思いってやつだな。よし。来てるね。おい、やべ、うお、やべ、ハハ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 ハ。安らぎは一つ地区を訪れよう。大いなる意志の導きにて。ああ戻ってきた。ロードで、このこういう感じ今のゲームにないよな。普通リスタートできるもんな。あれ、これもしかして。あー、ひじりと話す前か。一旦話さないとダメだな。じゃあ、来た。お前、チャクラドロップあるよ。上機嫌だ。急にすり寄ってきた。仲間来たぜ。行こうぜ。下道毛量、今後ともよろしく。うまっ。死んでよかった。ハマに弱いか。それは弱点つけねえよな。これはセーブでしょ。完璧完璧。これで一旦上がって3連。いや、この回広いんだよ多分。そして逆に言うと、この回を制せば、今1回でしょ？ B1 でしょ？だから、脱出できると思うんだ。アマラ、ケイラクを。左か。あ、感情ね。下に流れてる赤いのは感情。それを俺は知っている。正面。あれ、いけちゃうぞ。待て、ひじりスポットがあるな、これ。
これいけないんか？いけないんだよな。ひじりスポットあってくれ。うわえ。これオートマッピングなかったらさ、ひどいことになってるぞ。この先がやべえな。やばいぞ。火力がすげえんだよな。わあ、嘘。マジかよ。脱エヴァが死んだのは痛えな。主力なのに俺の弱は。一旦回復するしかねえわ。ジノ効くんじゃね？えーぐーこいつら。待ってよ、無理だよ。そこれいや逃げらんないんだ。あー月齢が高いからかな。これ後半行ってあの3人出てきたらやだな。瞬殺だもんな。結構マップ開けてさ、あーでここ行けないから、まあでも階段の場所が分かったのはでかい。戻されるけど、戻ってされて一回セーブポイント行くのはありだな。なんで先生なんだよ。こんばんは。いやこれ話せるから。うそ。あーマカカジャからの嘘だろ。スイッチか PS4 版で迷ってます。あー俺は PS4 版だね。やるしかねえ。これ勝ったら帰る。一回呼びたいな。あーマカカじゃもうあれだろ、使えないだろ。よし、クリかよ。一回アイスブレス打ってあの周りのやつら消そう。多すぎる。あーしかもウィークか、でかい。で毛量消す。よし、BGM が相変わらずかっこいい。ちょっと待って、これ回復入れといた方がいいかな。いや攻撃しちゃうよな。いや一体入れとこ、死んだら厄介だ。でさらにアイスブレスト。うーんいい。で、まひらせて。OK。うん、MP ねえんだ。
いてバカカジャ効いてるからアイスブレス、もう回復いくから消費禁止ねえわ。芝生、あー勝った。この一戦超えたのでかいな。経験値もらえるからいっぱい。そうレベル上がんねえ。これ会いたくねえな。一応もう毛量呼んでフロストで回復回復回復。そこめちゃくちゃトラウマ。あーこれ右で戻れるかな。オッケー帰ろう。危ねえわ。案外遠いな。いいか。これ1個や2個レベル上がったところでさ、右でひじりがさ、これ左行ったらあれだな、ダメだな。いや行ってみる。あー道つながってるわ。頼むぜ。やばいやばい、メンツだ。パニックっていいんじゃない。あーこいつすげえ避けんだよな。いやエアロスやっとくべきだよな。入ってよ。あーし、一応止めたよ。楽かじゃか。まあ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 、あでかい。あれ混乱ってクリティカル出んのか。出ないか。一回入ればしばらく混乱してるでしょ。うん、お前もやっとくか。いや MP の無駄遣いだ。うめえ。立ち直り早えな。これワンターン相手に取られると一気に危なくなる可能性もあるから、いや倒せんじゃね。よし、ちょっと状態異常の入りが悪いね。うわやべ、ナイス。攻めろ攻めろ。いやこれ死ぬでしょもう。オッケー。何？おい。危な。でディアを入れると。なやめてよ。おい。毛量にしてよせめて。だつえば柱なんだから。あー復活させるか。一旦復活させるのありだよな、だつえばを。まあとりあえずピクシーでいっか。なぜなら多分ジオが弱点で入ると思う。このアマラ経絡に雨松碑が膨大にある。だからそれ目当てに潜り込んでくる悪魔がいる。
手で目をつけられない。ボス来るな。でもボス手前にセーブポイントかなんかあるでしょか。警告が出る。なんでいやこれ多分これ戻されたら戻るわ。戻されたら戻る。戻されたな。じゃ脱エヴァ復活させに行こうぜ。レベルも上がったし。あ、ちょっとジオ試すわ。まあ、これ一発でし。危ねえもんなもん。アナライズで見よう。魔法全般に強いだってこいつ。隙がねえな。客もあるし。殴るしかねえんだ。くそ。おじゃあウォートでいいよ。あじゃあもう毛量じゃねえ。ダツエヴァいるな。ただジオだから相性悪いんだけどね。でも動き縛んねえと無理だわ。複数出たら。一旦まっすぐ行こうか。うわやべ、なんでお前ら速いのかスピードが。なるほどな。速さ上げてくわ。なあ、話せる。あ、話せる。うわレベルだけ。脱えば死んじゃうよ。いやだ。回して回復するかこれ。一人動かなくさせるかどっちがいいかな。いや脱エヴァに来ないこと祈ろう。うわ一番最悪。うーそれ脱エヴァにやってよそれ。なんで入らねえの。逃げられるかな。たぶんくっそが。つら今頃入りやがってお前。遅えよもう。ありがとう。嬉しいよ。もう戻ってるし。入るじゃねえかよ。殺してくれよ。いやこれ回避率高えわこいつ。速さめちゃくちゃあるわ。ねえ速さってあの状態以上の回避率にも影響してんかな。でもミスだからな。かわしたじゃなくて。で、正面を開けたいね。
前だね。戻されねえよな。あ、ひじりスポットじゃない。来た。進める。生きてるようで何よりだ。悪魔の生命力は伊達じゃないな。もうセーブしたいね。先に進めないんだろう。待っててくれ。全部開く。ああ、全部開くんだ。しかし3箇所あるというね。ここがうまそうだよね。どうせ上がんなら。そうそう、気になることがある。お前との通信に何者かが割り込もうとしてるようだ。何？敵かもしれない。気をつけてくれ。どうやらここも通信が不安定になって。割り込みだと？また会おう。ここ右行く？いやもう帰りて。せっかく進んだから。だけど行く。戻されるかもしんないから。戻ったら戻ったでラッキー。あ、進む。進んじゃうか。一旦上がろう。ちょっとセーブとかは。やべ、早い。効くかな。なんか精神効かなそうだな。あ、効くわ。めちゃくちゃ入るわ。一旦見させてくれ。火炎吸収、物理に強い、衝撃。あー、こだまちゃんか。じゃあ暴れまくりでクリティカル出たらな、えぐいんだよな。まあでもこれ、混乱してるし、さらにバインドかけちゃう？いや、大丈夫でしょ。うわ、効かねえ。離しても、もう絶対レベル高いんだよね、この辺。いい。魔法行った方がいいか。物理。火炎以外だったら、倍入るな。入ってくれよ。わあ。うわ、出るよな、クリティカル。危ねえ。入って。あ、一旦これ回復入れるわ。あの脱衣場で入っちゃえばいいんだけど、ちょっと流れが悪い。入って、よし。これな、次続けばな。回そう。ここで立て直して、うっと。回してもよかったな。これで入るでしょ。OK。いいね。もう死ぬんじゃないか。いや、もう死ぬでしょ。かって、これ3、さっき3人の時出てきたんかよ。絶対無理じゃねえかよ。なんとか封じ込めてるけど、
芝生で。いやもう帰りてえこれ。でも、え？なんか真ん中これあれだな、封じられてる感じだな。ちょっと前までこの先が銀座ターミナルに通じてたよ。でもアマラ経絡はご機嫌斜めでご覧の通りさ。あ、ヒールスポットじゃない？記録の周りがて。そうだよな、マジでありがてえ。あーよかった。そして1階まで来た。